いやもう本当に脱帽ですね。逆に自分がじゃあやってみろって言われたら絶対あの根負けするぐらいな感じですよね。いやもう本当にただただ脱帽という感じです。あのなんかあの空気とかしてた人間もさっくり倒してしまったのでちょっとまあそれはほっといて残念です。あのこれラストですね。ここでクリアしたら一応割と2周目とか始まりますけども、まあ、話というか、うん、まあ一応割ですね。あとは大丈夫かな。で本当はあのセカンドインパクトを、まああの僕の中で、ね、2、300再生ぐらいしてくれたらいいなと思ったら、まあ本当にその通り で300再生になったらこれをやろうと思っていたんですけども、なってた時は実はちょっと風邪をひいていてですね、ちょっとなかなかできなくて、でちょっとまだ今もちょっと鼻声だったりもするんですけども、ね、まあ、今はちょっと体調が戻ってきてるので、まあ、やろうかなと、はい、犬サイドくんがラスボスですね。バカ犬とかやらなかったっけ。しちゃいます。これで、全3ステージ終了となります。今何分だ ?9 分。あ、まあ、こんなもんですかね。で、これで、またボタンを押せば2周目が始まる形です。まあ、こんなところでしょうかね。まあ、今回のツンデレシューティングのね、セカンドインパクトに関しては、僕もちょっとスコトラ参加したんですけど、まあ、残念というか、まあ、当たり前の結果で、名前すら出てこないという形で終わりましたけども、またね、次回作出たら、ね、来年ですけども、またこうやって動画アップして実況なんかできたらなと思ってます。で、ちょっと次何やろうかって、実はまだ全然考えていなくて、シューティングで、今週まで出てるゲームだったら、まあある程度持ってるので、なんかちょっとリクエストがあったら、それをやってみようかなっていうのと、まあ僕がちょっとこれ実況やってみようかなっていうシューティングゲームが見つかったら、まあ他アクションゲームでも別にまあ何でもいいんですけども、興味があるゲームを見つけたらちょっとやろうかなと思っております。そんなとこですかね。まあ家には、ちなみに、ハード的には、プレステと、セガサターン、ドリキャスと、まあシューティングゲームが出てるゲーム、まあ大体持ってるので、Xbox はちょっと持ってないんですけどね。まあでも、Xbox はそろそろ買おうかなーなんて思ってますね。大洋上とか、ね、デススマイルスとか、ケイブさんのシューティングが一気に出るので、うん、まあ、そのタイミングでちょっと買っちゃおうかなと。結構いろいろとお金がかかるみたいですけども、僕としても、実況をちょっとやってみたいっていうのもすごいあるので、まあ、ちょっと買うでしょうね。うん。ちなみに DS の決意はもうあんまやってません。というか、DS が、ちょっと貸したまんまという感じでやれてないですね。エクストラちょっとまだクリアしてないので、ちょっとやりたいところですね。まあちょっと今サッフロールで流れてますが、ここでまた前回同様にブチッと切らしていただこうかなと思います。ここまで、見ていただきましてどうもありがとうございました。それではまたなんか、ゲームやる際には、またね、このお聞き苦しい実況でもちょっと見ていただければと思います。あ、ちょっと始まった。まあでもちょっとこれで切らしていただきます。それでは、ありがとうございました。